栄冠は君に輝く。どうも MLB ドリームカップ盛り上げ隊のクーリンです。今日はですね、愛知県に来ております。ここにはですね、去年のドリームカップ、ゼビオドリームカップで日本一になりましたジュネスさんの選手がやってるお店があるということで、今ですね、名古屋市の栄に来ております。日本一に輝いたチームがどのような方たちなのかというのをこの動画で収めたいと思います。すいません、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでジュネスの主力メンバーの方に集まっていただきました。まずはですね、それぞれのメンバーのポジションであったり打順であったりを聞いていきたいと思います。それではお願いします。はい、5番、ショートを、やらせてもらってます。木本と言います。はい、よろしくお願いします。ピッチャーの水谷です。マックスは147キロです。最近は球の質にこだわって頑張ってます。お願いします。はい、ピッチャーの松本です。ベテランの力で、頑張っております。外野手の宮林です。日本一の3番バッターだと思ってます。お願いします。4番センターの杉谷です。走れる4番です。お願いします。それですね、まずですね、ジュネス、このチームの結成秘話であったり、どういった風にチームが作られていったのかっていうのをお聞きしたいんですけれども、お話いただいてよろしいですか。はい、松本さん、お願いします。はい、はい、最初は、僕と、監督の奥川監督ですねが、まあ、当初一応 A 級企業のリーグで、お互い敵チームで、で、お互いが、まあ、A 級現役を退いた時に、まあ、まだちょっと物足りないなと思いまして、まあ、なんか軟式でできないかなと思いまして、そしたら、まあ、こういうエントリーのネットとかでそういう大会があるということを調べまして、じゃあチームを作ろうじゃないかということで、まあ、各 OB チームですね、企業の OB チームを集めまして、結成しました。で、まあ、ジュネスっていう名前は、まあ、まだまだできるよということで、まあ、若い力ってイタリア語で若い力っていうんですけど、それを、まあ、はい、ジュネスっていう名前で、やりました。で、まあ、熱い思いで、いろいろとまず日本一を取りたいっていう気持ちで結成しました。はい、もともとは公式の企業で、はい、社会人野球されてた方が、はい、そうですね、もともとは組まれたってことですか。そうですね、はい、今のメンバー構成はどうなってるんですか。今はですね、若い子たちも入ってきまして、もう本当に企業から、企業携わってなくてすぐ大学卒業して、軟式に切り替わって、やっていただくっていう、で、まあ、軟式を、まあ、一から今覚えて、若い、本当にまさに若い力っていう形で今、やっております。はい、なるほど。はい、それではキャプテン、そんなジュネスなんですけども、はい、どういったチームですか。そうですね、まあ、今先ほど松本さんからあったように、はい、若い人間が集まって今、力を合わせてやってるチームなんで、まだ、考え方だったりまだ、足らない部分だったりあるんですけど、まあ、一人一人が、漠然と、物事を考えるんではなくて、一応目標というかプラン立てして、まあ、それに対して、どうしていくかっていうのを考えて、まあ、一人一人、しっかり、ね、目標を持ってやってるところが、まあ、いい結果につながってるんじゃないかなと思います。なるほど、目標を持つってことですね。はい、結構それがやっぱ強くなる秘訣なんですかね。いや、そうですね、なんで漠然でやっぱり、やってたりすると、結果もやっぱりついてこないですし、やっぱ、ね、プラン立てしてそれに対して何するかっていうのを一人一人が考えることによって、まあ、それに、伴って行動もできますし、それに伴って、ね、いろいろ改善だったり次こうしていこうとか、まあ、そういうのができたりするので、まあ、その辺がいい部分じゃないかなと思います。なるほど、はい、なんか勝ちパターンとかあるんですか。さっきやった3番の、まあ、宮林君が、まあ、キーマンかなっていうところはあるんで、はい、まあ、そこで
で、1番2番、まあ、今日ちょっといないですけど、はい、1番2番がまあ出塁して、はい、でまあ、初回で3番で返すと、はい、でまあ、ここにいる角谷、まあ、君がまあ4番ですけど、はい、で私が5番と、はい、でまあ、今言ってね、イメージとしてはもうダブルクリーンアップみたいな感じで、ダブルクリーンアップ、はい、なんでまあ、1、2、3で、まあ、そこで区切ってまた4、5、6という形で、はい、まあ、どこからでも点取れるような形の打順組みをしてますので、はい、まあ、それが、強い秘訣ではないかなと思います。松本さんがいるんですけど、松本さんが企業の時に天皇杯で2連覇、国体1連覇で、まあ、企業でいう天皇杯と国体って、軟式野球で一番強いところでいった、そういった技術を僕にその、まあ、僕は見て教えてもらったというか、僕も4年、5年なんですけど、でそういったのをまあ自分の中で取り入れていったことで、そのスピードもそうですけど、その抑え方だったりとか、松本さんその勝負どころで絶対抑えるっていうか、まあ、ミスらないっていうか、すごい全国大会今まで8回出て7回全国制覇してるんですけど、そういったところを、まあ、それを最初は僕見るだけだったんですけど、まあ、そういうのを見てて、まあ、自分も主力っていうか、まあ、先発でってことでだんだん今できるようになってきたっていうか、そういったところを、まあ、お手本っていうか参考にはさせてもらって、まあ、はい、負けたくない、これ以上ないお手本がいますね。そうですね、はい、すごいですね。今も現役でやられてるんですよね。僕現役で企業でやってて、まあ、目指してるんですけど、その天皇杯国体っていうのはすごいレベルが高いんで。そうですよね、なかなかフーリンズも目指しているんです。一緒の目指すなかなか厳しいですけど、天皇杯1回出たことあるんですけど、2年前に。そうなんですね、はい、まあ、すごいスケールの大きさ。 SEC カーボンさんが優勝の時です。あ、そうです、愛媛国体一緒に出させて、ここ一緒だったんですか。はい、あ、そうなんですか。はい、はい、はい、天皇杯プレーだったんですね。一応レジェンドじゃないですか。それはすごい一番ですね。レジェンドじゃないですか。今も現役でやられてるってことも、軟式野球界のマサみたいなもんすごいっすね。普通に試合とかで、はい、ノーアウト満塁でわざとノースリーにして、え、そこから抑えれますか。どういう意図ですか。まあ、相手を考えさせるっていうことですね。わざとノースリーにして、初めて深そうですよね。叩きの外し方だったりとかっていうのはすごい教えてもらって、軟式公式には叩きってないじゃないですか。それ明日教えてもらっていいですか。あ、いいです。しかも動画でいいですか。明日、明日語ってもらって、明日語ってもらって、明日語ってもらって、今もちょっと聞いただけでもその強さの秘訣みたいなのありますけど、投手陣はとりあえずもうレジェンドが全て後輩にノウハウを教えてるというそうですね。軟式って結構どういうふうに打てるのかなと思ってるんですけど、はい、どういうふうに打たれてるんですか。公式と結構違いますよね。そうですね、僕は公式だとヘッドを効かせて打つタイプだったんで、はい、でも軟式だとヘッドを効かせすぎると、はい、ボールが潰れたちゃったり上がっちゃいます、上がっちゃったりするんで、はいはい、そのまま手を押し込みます、返さず。で、人間で絶対返さないと打てないし、返さないと打てなくなってるんで、はい、返すのはもう自然に任して、はい、そのままピッチャーに前に出します、はい、っていうイメージで最近打ってると、はい、良くなってきてますね。あ、イメージとバットとボールが当たってる時間を長くするようなイメージで言ってるんですかね。はい、なるほどですね。この辺りいかがでしょうか。そうですね、なんで、まあ、地面に対して平行で回るっていうイメージが、地面に対して平行で回る強いですかね。なんで僕は右バッターですけど、はい、右肩落とさない、はい、はい、なんで、まあ、これなんかバンパーズもやってましたけど、あ、本当ですか。公式軟式っていうのはあえてあんまりなんていうんですかね、意識はしてなくて、はい、まあ、僕は逆でその平行に出すというよりかは逆にもうバットを立たせて、はい、やってるイメージで、なんでもう気持ちは本当に右肩を落とさない、はい、低めでも右肩を落とさない、はい、っていうイメージですかね。どこまでどっちかというと右肩を起こしていく感じのイメージでやってるっていうところですね。まあまあ、それ更新だからそうですけど、はい、ありがとうございます。参考になりますね。ちょっともう話してて尽きないので一回切りますけれども、もうこうやってちょっと話したけども、やっぱジュネスさんの強さというものがこの話から垣間見えたと思います。そしてこのジュネスさんが去年デビュードリームカップ日本一になりましたけれども、今年 MLB ドリームカップという名前で新たに大会が開催されますけれども、参加されるということでよろしいですか。
参加します。出ました、台風の目となることは間違いなしです。で最後に意気込みをお願いします。まあ、2連覇をかけて戦えるチームなんて私たちがいないので、はい、まあ、未だかつてマルハンドリームカップから続いてゼビオドリームカップになりましたけど、まあ、2連覇したチームは多分いないと思うんで、またこういった機会もなかなかないものですから、それ目指して、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ちなみに去年優勝された時に、はい、副賞でユニフォーム作れるっていうやつがあったと思うんですけど、はいはいはい、あれ作られたんですか？作りました。あ、作ったんですか？はい、これです。これです。もうちょっとタイガースチックな感じになりましたね。かっこいいな。ジュネス、若さの証ジュネスですね。はい。後ろなんか今文字入ってましたね。あ、こう後ろ首元にジュネスプライド、ジュネスプライドと。いいですね。この黄色と緑のユニフォーム、もしくは緑一色のユニフォーム見かけましたら、ジュネスさんだ。天皇杯に接してるレジェンドいるぞと。国体もです。いろいろ国体も出てると、国体も出てると。ぜひ皆さんいろいろと質問してみてください。軟式を知り尽くしているチームです。ということで、この最強チームが今年も MLB ドリームカップ、ドリームカップじゃない2連覇を狙っていくということなので、対戦したい方ぜひエントリーよろしくお願いします。すいません。風に染めない、すいません。愛知天気になりました。冗談ですよ。皆さん、隣にいらっしゃるのがクロススポーツマーケティングの篠宮さんです。こんにちは、クロススポーツマーケティングの篠宮と申します。今回 MLB ドリームカップ、運営事務局として大会企画をやっております。そんな篠宮さんですけれども、今日はなんかすごい情報があるんですよね。そうですね、実はMLB ドリームカップの大会に一人でも参加できるという企画を。そうなんですね、はい、ホームラン競争ですか？ホームラン競争ちゃんと出ます、試合に。あ、試合出れるんですか？試合に出れます。全国を8地区に割って、それぞれ25人ずつ8チーム選抜しますので、1人から出ていただいてもいいですし、 2,3 人友達寄り添って出てもらっても大丈夫です。参加費は特別、はい、かかりません。え、そうなんですか？はい、無料ですか？無料で出れます。めっちゃいいですね。しかも有名の MLB の特製ユニフォームで出れますんで、はいはい、MLB 公認の、そうです、例えばテキサスレンジャーズとかヤンキースのあれで出れるんですか？そうです。え、無料なのにですか？無料で出れます。すごいですね。これが大会企画として取りましたので、はいはい、ぜひ出ていただきたいと思います。はい、チームを持ってない方、もしくはチームに所属してない方でも1人からそちらの選抜チームですかね、はい、全国都道府県を8つに分断した選抜チームからエントリーして出ることも可能ですので、ぜひこの軟式野球オープン大会、史上最高の大会にエントリーしませんか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。